ザクセンゴータは1640年から1680年まで存在したベッティン系ルネスティン系が統治した公国。領土は現ドイツのチューリンゲン州の一部にあたる。ゴータのフリーデンシュタイン上1640年、ザクセンバイ・マルコー・ビルヘルムは弟のエルンスト一世のためにザクセンゴータの分領を創設した。エルンスト一世はゴータに今日構え。 1643年から1654年まで、自らの居城であるフリーデンシュタイン城を築き上げた。また同時にザクセン・アイゼナハ公国も創設され、三南坊のアルブレヒト四世が、公くらいについた。アルブレヒト四世は1644年に、このないまま死去、ビルヘルムが、首都のアイゼナハとバルトブルクを獲得した一方、エルンツと一世は、 残りの大部分を相続した。1660年、エルネスティン家とアルベルティン家の間で数十年間、争われたヘンネベルク家両の相続が、ようやく決着、ザクセン・ゴータも、その一部を併合した。1672年にザクセン・アルテンブルク公、フリードリ・ヒビル・ヘルム3世が後継者のないまま、死去すると、エルンツと一世は、 妻エリザベート・ゾフィー・本ン・ザクセン・アルテンブルクを通して、ザクセン・アルテンブルクの大半を併合した。この時、エルンスト・一世は、ザクセン・ゴータ・タアルテンブルク公の称号を得た。1675年に、エルンスト・一世が死去する時には、広告の所要が、創設時より大きく拡大した。長男のフリードリヒ・一世はまず、弟たちと共同で統治し、 続いて1680年に広告を分割した。フリードリヒ一世は、ゴータとアルテンブルク、およびザクセンゴータアルテンブルク公の称号を維持した。これ以降の歴史は、ザクセンゴータアルテンブルクを参照のこと。ありがとうございます。